はいどうも、チャンネルアリュうです。はい。えー、今日はですね、霊気についてお話ししたいと思います。はい。えー、礼儀。まあ、言ってみたら、あの、ざっくり言うと、まあ、気候みたいな、えー、ののです。って言ったら、あの、礼儀の人に怒られるかもしれないですけど、ざっくり言い過ぎだってね。はい。まあ、ちなみに、あの、僕も、あの、礼儀、えー、できます。うん、って言って、えっと、アチューメントって言ってね、 あの、その、霊気のエネルギーを使えるように、ええー、できる、とこまでね、ええー、言ってるんですけども、はい。でね、えー、っと、その霊気に関して、まあ、私、チャンネル、まあ、いつも僕の話はもう、僕視点だと、ええー、思ってください。あの、ま孫とか嘘か、わ、えー、からんですよ、と。ええー、というとこまでは言わないですけど、まあ、僕視点。 で、喋り、喋ります。でね、ちょっと霊気の歴史について、えっと、お話ししたいと思うんですね。で、まず、あの、礼儀っていうのは、あの、薄井三香さんっていう方がですね、えー、倉間山っていう京都の、あの、山にこもってですね、で、そこでね、あの、インスピレーションをもらって、えー、できました。はい。で、えっと、この霊気なんですけども、その、 あとですね、あの上流階級の中で流流行ります。で上流階級っていうのは、まあ、当時のですね、あの陸海空軍の偉い軍人さんたちとか、えー、の中でまあ流行るわけなんですね。で、えっと、その時に、えー、どんどん霊気をマスターする人があの増えていきました。で、えっと、その後です、ね、あの戦争があってですね、国内の霊気ブームっていうのはもう去っちゃうわけなんですね。 なんですけどその冷気っていうのはあの高田ハワヨさんという女性の方がハワイに冷気を伝えるんですよでそれからですね冷、えっと、気はねアメリカでもう爆発的な広がりを見せるんですねで、えっと、それがですね1980年代に入ってアメリカから、まあ、逆輸入の形で、えっと、日本に西洋冷気という形で、えっと、入ってきます で、えっと、もともとですね、その、薄井美香さんという方が、えっと、伝えた霊気はですね、あの、直伝礼っという名前で、えっと、今も、あの、伝えられています。で、まあ、僕の個人的なね、えっと、視点だと、あの、霊気の世界っていうので見ると、あの、直伝霊気っていうのは、薄井美香さんから直接ということで、結構ブランドイメージがあります。はい。えー、 で、えっと、まあ私自身がね、えー、学んだのはですね、西洋礼気です。あの、直伝っていうね、あのブランドイメージもまあいいんですけど、えーまあ、ブランドって言われるとまた怒られますけどね、ブランドじゃねえよっていうね、はい、言われそうですけど、まあそこはもう勝手な僕の視点ということで、えー、お許しください。でね、あのー、 まあえっと、僕の知り合いでは、その直伝霊気を習ってる人もいますし、西洋霊気を習ってる人もいますし、えー、いろいろいるんですけどあの、霊気回しって言いまして、あの霊気のエネルギーをですね、いろんな人でこう、あのエネルギーを流し合うというか回すっていうことがあるんですよ。 で、えっと、まあ、そこで、ん、えっと、まあ、思ったのはですね、結局、あの、習った周波はどうあれね、えー、まあ、流すエネルギーのクリアさっていうところが一番ポイントになると、えー、僕の中で結論が至ったんですね。はい。なので、えっと、誰から学んでも、どんな周波から学んでもいいんですけど、えー、実際、霊気のエネルギーは流してがどのような状態で、要は、えっと、クリアな状態で、 えー、まあ、エネルギーに不純物を入れず、えー、流すかっていう、個人個人の、えー、なんていうんですかね、技、技じゃないですけど、その心の磨き方、魂の磨き方によって、流れるエネルギーの質が変わるっていうところで、そこが一番大事なんだよっていうところを、えー、言いたい。いや、言った。っていう話です。はい。これ意外にね、まあ、あの、 簡単に喋ってますけど、大事な話だと思いますよ。大事ですよ。結局は自分はい。ということで、えー、今ですね、えー、LINE で友達登録キャンペーンをやってます。えー、私のホームページ、または、目黒のリンクもこの動画の下に貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャンネルは竜でした。